13番ホール311ヤードパー4、打ち上げのミドルホール第1打は右のバンカー群を避け、センター左側がベストです。右に曲げると第2打が厳しくなります。第2打はグリーン両サイドのバンカーに要注意です。そんなにそっち出すの？なんかバンカーの辺だね。バンカーの辺だね。うん。いや、ミスショットよ。はい、どうも。うん。フェードでも行くかなと思ったら。うん。ここはさ、ユージ練習しとるさ、あれじゃないの？何？右に風刺気味で打ってるから、ね。あれ？戻ってきた。ちょっとストップ。ちょっとストップ。はいはい。カートミス編で跳ね取るね。うん。無理じゃん。カートミス近いです。これはうまく打ったね。グリーンうねってるよね、これ。あれでは。乗れないよ。これは。乗ればいいけどさ。うん、乗るのが大変。オーバーさせなかったな。オーバーするとでもカメラあるよ。これはいいんじゃないの？うん、ナイス。やっちゃってる。うん。ヒールアップ。なんか同時でいけそうやな。いいね。これなんだこれ。これ入れてボギー。これ入れなきゃ。いや俺だってこれ入れてボギー。もうこれ。まあここはオーバーしないかんよ絶対に。うん、
危なかった。ちょっとナイスピン。14番ホール121ヤードパー3、打ち下ろしの名物ショートホール。グリーンのすぐ左は深い谷、右はハードバンカーが待ち受けています。距離はありませんが正確なショットが要求されるホールです。あかん、これはいかん、あかんことやった。いかん、いかん、笑ってる場合じゃない、俺もね、まだこれだ。いや、今ね、何軽く打つことばか考えて、溜めがなかった。軽く打つのはいいけど、溜めがないとダメだ、絶対に。先に流れてっちゃったもん。そういうもん、うん。昨日練習したんですよ。遅れてこない。やばいやばい、これ取るか、ダメだこれ。散々言ったよ、あんなに練習したのに。このホールのためにどんだけ練習したっけ、ケンヨーに。このためにやったのね、うん。それでも行っちゃうね。直接出したらダメだね。そう、あのただ30ぐらい、今ちょっと下っとるもんね。キャリーで30ぐらい、うん。いや絶対ね、グリーン乗っちゃダメ。手前のカラーか、普通に手前の少し芝のところのカラーどんどん難しくなってきて状況。いや絶対転がってる。それはいかん、それはいかんやん。いくらなんでも、いくらなんでもラフは出てよ。ラフは出てくれなかんね。そうそう、だから、うん、かといって打ちすぎると、うん、これうまい。これも意外とむずい。
15番ホール350ヤードパー4グリーン左に池のあるミドルホール。第1打は左 OB を注意して右サイドのバンカー左がベストです。第2打は左サイドの池に注意しながらグリーンに確実に届くクラブで打っていきましょう。練習場で電波は連発、走っとるね。結果俺よりいいとこやね。最高のレイアップ。マーカーはあるのかな。あ、クリークみたいなのがある。ちょっとして大きい池があるよな。そうやって言っとったやん。何て言っとった。さっきの池までって最初めっちゃちょっと広いとか言ってこんな風にあのグリーンの真下まで距離が上がった。そうよ。ただグリーンの左を通るだけかと思って。こっちからだともろかったバンカー方向でかなかね。ね、うん。じゃないとこれ落ちちゃうね。池に落ちちゃうねこれ。いや、キリまで打てば落ちる。キリまで落ちる。打てばね。うん。ちょっと寄せるわ。わあ、そっち行きたいダメ。落ちたね。これはいい。ちょっとハーフトップ。ナイス。うん。40から50。お、久々に距離あった。これはパターだな。変にね、ウェッジで行ってさ、うん、ちょっと強く行ったらもうカツッて行ったら終わりだもん ね、 終わりだね。だからってちびれんしね。まあ、右に乗ればいいかっていうわけにもいかんしな。左だしね。なかなか入らんね。入らんね。いいとこついとるけどね。うん、あ、俺だね。それ打てんだ。え？それ打てん。今入る。